強さについて稲盛さんはどう考えたのか教えていただけますか。難しいな。いくら大きくなっても東京に本社を移さないという、まあ、経営者も京都に住んでいるという、まあ、そういうことがですね、非常に自分の仕事に集中するというそういう姿勢を表しているんじゃないかと思いますね。稲盛和夫さんは1932年鹿児島市に生まれました。鹿児島大学工学部を卒業後、京都のセラミックメーカーに入社。しかし上司と開発方針をめぐって衝突すると会社を辞め、1959年に京都セラミック、現在の京セラを設立しました。稲盛さんは会社を部門ごとの小さな集団に分けて独立採算で運営する独自のアメーバ経営を確立。京セラは高収益企業に急成長し、電子部品、携帯電話、カメラなどへ事業を拡大します。そして電気通信事業の自由化に伴い、1984年に第二電電を設立。市場を独占していた NTT に対抗し、国内の長距離電話の低料金化の先駆けとなりました。1987年には携帯電話会社を設立し、全国ネットワークを作り上げました。一方で1984年には私費を投じ稲盛財団を設立。科学や芸術などの発展に貢献した国内外の人物に贈られる京都賞を創設しました。稲盛さんは65歳になった1997年、経営の一線を退きましたが、2010年には経営破綻した日本航空の会長に就任。ここでもアメーバ経営を導入するなど業績を改善させ、2年8ヶ月で再上場に導きました。2019年には鹿児島県から社会の発展に貢献した県出身者として初の名誉県民の称号が贈られました。鹿児島育ちの鹿児島県人だったんですが、京都という知らぬ町に来て、ただひたむきに努力を続けました。そして今日があるわけでして、人生というのは、まあ、どなたもそうだと思いますが、茨の道だと思いますので、それが当たり前だと思って必死に前を向いて努力をすること以外にはないと思いますね、はいはい、必ず努力は報いられると私は思っていますので、はいはい。